山口千次郎じゃい。おい、 DeNA に負けたやないかい。おい、ま DeNA に負けたやないかい。まあ、今日の展開を振り返ると、今初回にノーアウト満塁のピンチを田口ちゃんが1点で抑えて、裏にウィーラー判定より打つも、その後のチャンスを生かせなかったのが痛かった。まあ、そのまま試合は、6回結構流れて、5回か4回にマルガンがホームランで勝ち越したんだが、もう2対1の後に6回表に佐野ハンズの当たりを吉川直樹さんがダブルプレイミスって1点取られて、そこでもう変えとくんやったな、田口さんを。その後、ロペスさん、そしてソドアンに、連続ホームラン打たれて、ここが痛かった。そんでその裏に、まあ、中島ハンドタイムリーで1点返し5対3となるも、9回に、宮崎さん2対4で打たれて6対3で負けた。明日こそ勝たんかい。じゃあ今日の動画終わるぞ。じゃあ終わりや。待って待って、やべえやべえ、映ってる。